柴山美代香は日本の美容家。日本で初めてエステティックサロンを開業した人物とされ、長年にわたる東京都の美容室の経営などで美顔術やエステティックの普及に努めた。エステの母とも呼ばれ、日本美容界の草分け的存在とも言われる。日本エステティック協会の初代会長。神奈川県横浜市山下町出身、フェリスワイエ女学校卒業。 出生名は、柴山美、よか。結婚後の本名は小森闇、よか。柴山金太郎の営む、美容院。中央が少女期の柴山美岡。向かって、右が、金太郎横浜の山下町で、日本の美顔術の始祖と呼ばれる、柴山金太郎のもとに誕生した。金太郎は、美容所日の出県と美容所を経営しており、美岡は、 父の店を遊び場代わりとして育った。美容所は国外の来客のみで、当時のフランス大使夫妻も訪れ、三岡はマニキュアの仕方を教わるなどして、可愛がられることも多かった。このような環境において、美容については特別な勉強をすることなく、子供ながらみさ様みまねで自然に技術を身につけていた。元町小学校を卒業後、日の出県の顧客であった。 友人ブースの推薦を受けて、ブースが校長を務めるフェリスワ英女学校へ進学した。父の金太郎は、実用美容術指針一名学理的化粧法を出版し、日本全国を回って技術講習会を開催しており、三岡も女学校を卒業後に、父から旅は出会いと勉強の場と悟されて、父と共に日本中を回った。北は北海道から、 南は九州まで、アイヌブラクにまで踏み込み、さらに中国や朝鮮など日本国外へも足を伸ばした。1929年に上野松坂屋に開設された美容所戦前、芝山美岡開催による美容セミナー1929年1月に文筆家の小森屋達夫と結婚した。美岡自身に美容師になる意思はなかったものの、兄二人が、 相次いで死去したために家業を継ぎ、同1929年4月に東京府の上野松坂屋に美容所を開設した。夫は美容の仕事に理解を示しており、家で培われた技術を継ぐべきとの夫の言葉も後押しとなった。同1929年11月には父の金太郎も56歳で急成した。その後は夫から経営面での協力を受けつつ、 美容業に専念し、松坂屋名古屋店、大阪店、静岡店と各地に店舗を展開した。当時は和装に洋髪がオシャレとみなされていたため、当時のファッションリーダーといえる芸妓たちがたしげに店に通い、三岡の店の営業はそうした女性たちに支えられた。美容所の存在が新聞などのメディアに取り上げられることも次第に多くなった。時代が 太平洋戦争に突入すると、若い女性たちが女子挺身隊として動員され、三岡の店からも若い客や若い店員が姿を消し始めた。さらに車種品等製造販売制限規則により、パーマネントウェーブが禁止された。三岡はこれに対して、牛山菊子、真山田岡、山本鈴子ら、当時の各地で活躍していた同年代の美容家たちと共に、美容クラブ、 火曜会を結成した。さらに他の美容家たちとともに、日本パーマネント協会などの団体に呼びかけ、第日本宿神連盟を結成し、国民精神総動員や、警視庁に嘆願を続けた結果、営業禁止ではなく、カビ自粛を条件として、営業を続けることができた。やがて、兵器の材料として、鉄製品の提出を求められて、アメリカ製のパーマ用機械や、椅子も、 全て失った。1ドルが2円50銭の時代に500ドルを投資しての設備であり大変な損失となった。三岡はせめて髪型くらいは都の客の要望に応えて木炭を利用したパーマ、宿髪を考案し美容院を継続させた。女性たちは配給ギップで買った木炭を手に店を訪れた。戦中には結婚式を挙げて戦地に赴く兵隊も多く。 三岡は戦時しただからこそ女性を美しくと奔走した。皮肉にも戦中という非常事態には純和風の髪の支度は困難であり、軽便な洋発を活かす機会が多くなっていた。しかし1944年には企業整備令により美容室の閉鎖に至った。三岡は美容器具を手におしゃれを楽しむ時代の到来を願いつつ山梨へ疎開した。 翌1945年の終戦後、美容業の再開に取り掛かった。売るものもないのに、美容業の再開は無理との声もあったものの、同1945年に、松坂屋上野店に、芝山美容室を再開した。食べ物はなくても、せめて紙ぐらいは、きれいにしたいと願う女性たちが詰めかけ、昼食を取る暇がないほどの人気を博した。戦後間もない時期には、 物資や栄養不足、さらにストレスにより、女性の肌の衰えが多かったことから、1947年に松坂屋店内に皮膚科と併設しての美容室を開設した。1949年には、皮膚科医の協力のもと、銀座に美顔術専門店、銀座美容科を開設。これが、日本のエステティックサロンの始まりとなった。実証に、 裏打ちされた医学的検知からの美容相談が話題を呼んだ。当時の粗悪な化粧品で肌を荒らし、身かの手で回復に至った女性も多かった。戦術のように肌の衰えた女性たちに対する思いから、1951年 GHQ との8ヶ月にわたる交渉の末、フランスへ渡航した。フランスでは化粧品会社創業者であるヘレナル・ヴィンスタインに、 弟子入りを志願し、一度は断られたものの、世界最高水準の美容技術を学びたいとの、懇願の末に、特別措置で指導を許された。さらにパリで、パブロ・ピカソと会い、ピカソに、日本の画家が描いた欄をモチーフにした風呂敷を見せたところ、風呂敷は素晴らしいが、なぜ自分の国の花を描かないのかとのピカソの言葉に、衝撃を受け、 日本らしい美しさは何かを考え始め、西洋の真似を人に与えるだけでなく、己を加えることを学んだ。帰国後の同1951年秋には、美容雑誌と新聞旧社の共同主催という異例の肩入れにより、神田で帰国発表会を打ち上げた。もっとも当時は、全身美容を含むエステに対して理解を得られることは、まだ困難だったという。 松坂屋銀座店に開設されたエステティックサロン、サロンド・ボーテ、美容院と理髪店により、翌1952年にもアメリカとパリへ渡って美容医学と全身美容を学んだ。同1952年に松坂屋銀座店に本格的エステティックサロン、サロンド・ボーテを開設し、話題となった。これが全身美容の名称が一般化するきっかけにもなった。 その後も日本国外で学んだ技術をもとに総合的なエステティック技術を提供する店舗を展開させていった。1961年には美顔術と美容術の視察のためアメリカ、イギリス、フランス、イタリア各国を回る旅に出た。パリではフェルナンド・オブリーとジャン・デストレに指示し美容術を学んだ。同1961年には 実力と功績が認められて、信人新納妃菊子と、信人新納妃菊子の美容係を拝命した。1967年には、高松宮信人親王に、カナダ訪問に際して、その日である、信人新納妃菊子の美容及び着付け担当者として、宮内庁より随行員を拝命した。1964年には、 父の創始した美顔術を発展させたエステが、当時は一般女性は愚か美容師にさえ認知度が低かったことから、全身美容の専門技術者養成を目指し、東京の湯島にエステティシャン養成学校、芝山美容研究所を設立した。美顔術、化粧、全身美容の専門技術者を日本でエステティシャンと呼んだのは、これが最初とされる。 東京女子医科大学附属美容スクールの講師も務めた。1969年には男性参入による美容師の地位向上を願い、日本初のユニセックスサロンとして男性スタッフのみのサロン、コアフュール芝山を青山に開業して話題を呼んだ。翌1970年、エステティシャンの国際組織であるシダスコのオランダでの国際会議にオブザーバーとして参加した。 ここで日本支部の設立の許可を得た。2年後の1972年、シダスコの23番目の支部として日本エステティシャン協会が設立された。エステティシャンの地位確立と技術向上、エステの技術普及を目的とした専門団体は日本ではこれが最初である。1980年にはアジア初のシダスコの国際会議を主催し、 世界各国のエステティシャンとの交流を深めた。また、同1980年、エステの民間資格制度への道として、インターナショナルエステティシャン試験を実施した。婚礼部門にも尽力し、ヘアデザイン、着付け、エステティックと、総合的な美容を広めた。日本エステティシャン協会の他にも、日本ヘアデザイン協会、日本婚礼美容家協会など、 業界団体の設立にも力を注いだ。エステティック業界では、効果がないなど、客の苦情も少なくなかったことに対しては、原因は、技術者の勉強不足と主張し、1988年9月には、シドニーで開催されたシダスコの国際研究会に、技術者31人と共に参加するなど、技術者の育成にも努めた。二千九年六月十一日、老衰のため、 家族たちに見取られつつ、万101歳で死去した。没後は、長男の小森や達美が、日本エステティック協会の理事長を継いだ。母妃は、千葉県の田市の総営寺にある。身長163センチメートルの長身であった。父の金太郎の弟子は、少女期の三岡を、背が高く、綺麗なお嬢様で、髪はオールウェーブで、普通の娘さんとは、 少し違っていたと語っていた。詩人の田村隆一は、みよかに1985年に雑誌の対談企画で会い、殺草としたその容姿、70歳を超えても保っている。若々しさに、会うなり、日本のマレーネディ取引だと、心の中で叫んだという。人間の健康と自然な美しさを大切にすること、美容術のほか、栄養学、体育、 精神衛生の領域まで広く関わるをエステティックの理念としていた。エステティックが日本に導入されるまではおしろいを塗り込めることが日本女性の美とされていたことから女性の美しさは時代とともに変わりまさに文化のバロメーター。日本のエステは欧米に比べれば20年は遅れていると指摘していた。美容を通じた女性の意識改革に取り組む姿勢は 父譲りの才下と器量によるものとも言われた。戦中に苦楽を共にし、同年代であった牛山菊子、麻也方岡とは、夫婦ぐるみで信仰を深め、業界三馬が荒らすと呼ばれた。特に麻也方岡は、親友と呼べる間柄であり、麻也から株式投資の指南も受けていた。金表記の名前、三岡は、漢字表記の本名、三。 ヨカが男か女かわからないとの理由で名乗っていた通名である。その生涯は日本の美容の歴史そのものとも言えたことから生前はミヨカの名は美容家に由来したビジネスネームなのですかと聞かれることも多かったというありがとうございます。